はい、同じです。さあ今回はね、羽田空港事故、どっちだ、羽田空港ね、事故に関する話題になります。さあそれではね、まずはちょっと飛行機をね、海保機と、JAL 機ね、またちょっともう一回これを拾って、よいしょ、ね、拾って、それで今度は今度はね、どっちだかな、これだったかな、これがこれぐらいだったでしょ。でこれが、だからこれがね、これを、これぐらいの大きさに見立てて、でこれを一番下にしないといけないんだよね。それでちょうど開放機の大きさがちょうど、まあなんとなくこれぐらいで合うので、この位置だよね。それで同じぐらいの角度にするにはこれぐらいかな。どうだろう、もうちょい、まあこんなもん、もうちょい右だな、こんなもんかな。もうこんなもんかなね。こんなもんだね。で大きさ的にはこれぐらいの差があったわけで、まあこの間の上空から見た時の、大きさから見ると、まあ滑走路っていうのは車とね、これぐらいのあれだよっていうのは、でちょうど合ってるよね。それでこれで来た場合に、ちょっと待てよ。ちょっとこれ一回コピーして、先端だけちょっとね、皆さんにわかるように、どうしてもちょっと、よいしょ、消さないと、わかりにくいので、せめてね。ちょっとアバウトに、大雑把にだけど、綺麗にちょっと消すのは面倒なんで、あれだけど、そこの部分だけちょっと見ればいいでしょ。そう。で、よいしょ、でこれをして、うわー、もうウィンドウ視点ってほんとバカだな。でどれだ、これか、違うな、どこに保存されてるんだ、ほんとほんとウィンドウ視点ってバカだからな。これか、これだね。でこれが今角度も変えてないやつなので、これがね、で今度はちょっと待てよ、こうしないとあれか、めんどくさいの。
くさいの。よいしょ、こんなまでいいかな。で、よいしょ。まあいいね。よいしょ。あー、もう、ほんと Windows でもバカ、ほんとに、もう、ほんとね、勘弁してくれよ、ほんと、バカとして、ほんとに。なんでそこで、行くのかな、ほんと。おかしいよな。Windows 7だとちゃんと止まってくれるのに。よいしょ。よいしょ。まあ大体これで、もうこれでわからないって上げ足取るのがいたらもうしょうがないね。これで、この JAL はこれ真ん中のライン通りにもしこうやって。まあ来たか来ないかわからないよ。これがこっち行ったかどうかわからないけど、でもこのちょっとライン上でね、例えばこのままもし来たとしたら、このね、目の前に白いものが横切る。これがまず1個目のパターン。白いものが横切るパターン。で、右側が、穴が開いて爆発してるパターンなので、このまま行くとドゥルン、ここに行くとエンジンがここにあるわけなんで、まあちょうどドンピシャ合うんだよね。で、この高さ的に今するぐらいなんだけど、まあ、ここら辺が当たるか当たらないか、ウィリー状態ということでね。まあ、当たるのか当たらないのか。で、おじは右側の方が爆破されているように見えるので、ちょっとこう、ギリギリこう、避けていたとするならば、ちょうど、ここで爆破すると、右側の爆発、へこみと左側のエンジンの位置関係がね、まあなんとなく合うわけで、そうすると、じゃあここら辺は何でなくなるのっていうと、この右側のウィングで十分、飛ばすことができる。ただ、後輪が通っていかなきゃならない。後輪は落ちてないので、後輪の幅がこれに対してギリギリ通らなきゃならないので、そうすると、これぐらいがもうギリギリかなって思うんだよね。これね。で、考え方によっては、77秒だっけ、何秒だっけ、あの空白の時間に、もう、伝わっていて、回避行動をしていたのかもしれないっていうね。ゴーアラウンドもできない。着地もできない。でも最大の回避は、車輪が早めにつかなければ、右も左も動かすことができないので、早めに車輪を着地する。だいぶ手前から着地すれば、こう、動かすことができるようになるっていうね。
だからだいぶ手前から降りた理由が仮説が成り立つんだけど、だいたいこの辺からポワンと来たとしたら、まあこの白いのが一瞬横切るのか、こう行くと横切るよね、ほら。横切るよね、横切る。横切るんです。横切るんです。で、こっち側の、これは横切らないよね。下にあるから。この、起承と副起承より下にあるから、高さ関係で。それが、これの関係であって、これがそれの関係だね。で、よいしょ。こうなので、この位置上だよね。だ、横にずれてるとしても、横切るとしたら、これなんです。横切る。だ、横に、パーンって、だ、横目に。高速道路を走ってて、右側を、カウンタックがブワーンとすり抜けてったっていうね。バーッと横切ってったっていう。そういう意味だとしたら、この起承副起承の高さから横切るのはこれであって、ここにある主翼は横切らない。でしょ？で、高さ的に考えると、ちょっとこう上にウィリーしてたっていうことなんでね。そうすると、ここら辺は当たらない。これも左側にずれてるから当たらない。で、唯一当たるのが、前輪と後輪ね。あと、羽。ということになります。そうすると、こういう感じで、白いものが一瞬横切る。で、無難に、高さ関係は無難に、そして、このエンジン。これが、逆にしないと。あ、そうか。これをまた白く、あれか。こうしないと皆さんに見せられない。よいしょ。これはね、やってる本人がイライラするんだよ。はい。それで、高さ的にこう来ると、見える？みんな、この開放機のこの黒いの。一瞬、白い尾翼が横切って、で、まあ、上にあるってことだから、こうか、ウィリーしてるからちょっとこれぐらいだとして、まあ、羽は無事に通過するけど、やっぱり前輪が当たるよね、主翼に。で、主翼がエンジン部分に当たって、その瞬間、大爆発が起きて、で、アッパー食らうような感じで、下からバーンってぶっ飛んだら、この位置関係になるので、亀裂が入って、ね、出っ歯になるよね。この前の部分がね。これでね、ほぼもう間違いないんじゃないのかな。
おそらく。で、向こう側にあるここの部分は、この右側のウィングか何かでバリーンと行っちゃう話なんだろうね。で、これはもうエンジンのところで、これはね、落としてるはずなんで、で、乗り上げるような形で、ドワーンと行って、通過したときに、要は、前のめりになって、ね、ザーっていうことなんでしょう。で、その位置関係から言うと、この辺だね、爆発、こうだから、前輪がここに上にあるわけだし、引っ掛けるから、だいたいちょうど位置的には、この自動かなんかわかんないけど、この真ん中のラインにドワーッとやってきて、ちょうど合うじゃん、ほら。ドンピシャで合うじゃん。この解放器のこの残骸の後に、これをこう割り当てると、もう気持ち悪いぐらい。で、これが自動操縦か何かわからないけど、これを真上にこう来たとしたら、ほら、当たらない。で、一瞬横切る、ね、こういう状態になる。で、前のところに前輪をこう引っ掛けて通過するときに、ここで爆発する、思いっきり。で、右側の大きく穴が開いて、下からね、アッパーカットで出っ歯になる。だから機長、副機長の位置よりも、後ろに、ここに前輪があるから、だから、後ろからブワーンって、こう、爆風を食らうから、出っ歯になる。ね。で、こっち側は穴が開いたように、だから、追突して、バーンって、行くよりも、内部から吹っ飛んだ穴かもしんないよ。もしかしたら。ウィリーでしょ?で、バーンと、ここのとこでバーンだから、うん、ここでバーンって、アッパーカットでバーンと食らうでしょ?うん。多分、そんな感じがするね。他に当たるところもないし、うん、だって当たるものがないし、で、この状態で当たっていれば、右側の、で、要はそこから、顎からバーンって爆発が抜けてるってことになるんだよね。だから、こっち側は出っ歯で亀裂で済んでるけど、こっちに抜けてるんで、バーンして。で、こんな感じで抜けてって、で、この尾翼で、この垂直尾翼をぶっ飛ばすよね。多分、おそらく。浮いてるとして、そうだね。垂直尾翼ぶっ飛ばすよね。これね。で、垂直尾翼をここでぶっ飛ばす。爆発してる前輪がもげている。で、後輪がこことここら辺にあるわけでしょ。要はね、まあシュルシュルっと通過する、だから動かなかった。だからギリギリ本当に避けてるんだね。そう考えるとすべてついつまが合う。解放器の位置はここ、で、ここが先端の残骸。こんな感じだから、
真ん中に来る。ああ、もうぴったりじゃん、ほら。このラインで真ん中にして、ここど真ん中にすると、もうどぴったりじゃん。で、避けてるんだよ。だから、もしかしたら、解放器が中にいるのを避けたのかもしれない。うん、こんなに気持ちよく、すべてつじつまが合うじゃん。動かなかった理由も、これで。で、前輪がなくなって後輪がある理由も、ほら、後輪無事だもの。ね。恐ろしいぐらいに。じゃあ、これがほんのもう1秒かそれぐらいでトワーンっていったことなんだよ。どうよ、どうよ。これでもうグードメも出ないんじゃないのねえ。なんか分身してるけどいっぱい、なんかウィンドウ10だから分子していっぱい増えてるけど、この関係。解放機も、だから実際は、なんか緊急連絡で、なんか、避けたのかもしれないね。違うかな。動いてるようには見えないからね。でもこんなに気持ちよく位置が合う、こう、ほんと、横に並んでるんだよ。横に並んで、しかも、右側にこのエンジンがドピッタリ、あのね、こんなに気持ちよく合うのっていうぐらい、本当に海保の位置と、これがど真ん中来ていたら、こんなにこう、これが真ん中でしょ、ほら。ほら、こんなに気持ちよく副機長のところにエンジンがあるんだよ、下に。こんな気持ちいいミラクルってある？すべての謎が解けたでしょう。ねえ。で、高さ的に、ここに行くときに一瞬ね、横切るんだよ。ふやんって、ね。横切るんだよ。で、ふんって。白いものが横切る。ね。で、まだ、この、ここの真ん中だから、ここだけど、ここの、これね、ここが真ん中だから、ああ、見えないか。今、先端はしてるんだけど、これね、これが真ん中のラインだからね。これを先端に合わせると、ここだよ。穴が開いてるとこです。もう、グーの根も出ないだろう、これ。亀裂があって、ヒゲみたいになって、出っ歯になってる理由も、要は、この席が行ってから、このあたりだよね。このあたりに、前輪があるんで、ドカーンだから。どうだ？どうだ？もう、これだったら基地つかないだろう。どうだ？どうだ？もうこれ以上の仮説は、もうつかないよ。位置関係どぴったりだもんだって。もう無理だぜ。これ以上のものを作れと言われても、もう無理だぜ。横切る。ここ、気持ち悪いぐらいに、合うね、うん。はい。そんなわけで、もう鳥肌が立ったでしょう。これでね。はい。もうこれが真実です。どうだ？ね。終わり。